どれが王子？お、はじめまして、王子。結婚おめでとう。いや、まだだから。君軽なフレーナ様の結婚相手か。遅くなって申し訳ない。あっちでじいじが待ちくたびれてるよ。あんたは？シドニー、シドソフィアの孫娘、ここの整備士。さっさと運ばせろ。親父は大事に使えって言わなかったのか。そいつは繊細なんだぞ。ノクティス王子か。あ、まあ。親父の威厳はそっくり拭き取ったような顔だな。は？いろいろ控えた大事な旅なんだろう。もっと締まった顔できねえもんかね。こいつはすぐにはできねえぞ。中に運んだら適当に遊んでな。じゃあこの子中に入れようか。こっちだよ。ああ、まずはそこからだな。帝国領だってのがちょっと心配だ。心配って？成長したさ。え、苦労って？親御さんの喧嘩。つらかったろうよ。親が死んだのは物事を分かってからだからな。今じゃ能天気に見えんだろ。まあ明るくっていうか。ありゃ本人の努力だ。オルティシエには何度か行ったことがあるのか？行ったってない、一度。ただしばらく滞在した。どんな町？でけえ町だ。そんだけかよ。オータとはいろいろ違う。ざっくりしすぎ。異国の首都だからな、一言には絞れない違いがあるはずだ。そこの船、通行証は？え、通行証？慌てんな、ちゃんとある。おり、ずいぶんと古いな。まあいい、行ってよし。もう納得だぜ。ああ、街中の移動にはゴンドラと呼ばれる船を使うらしい。おお、何それ、面白そう。はい。ああ、ノクティス。ああ。船の鍵だ。今度から自分で動かしてみな。これを俺が？レギスの操船にも耐えたんだ。簡単には沈まねえよ。キーハルばっかな王様じゃねえ。いろんなもん見て回ってこい。いや、大丈夫。まあ、あ、ありがとな。いらっしゃい、久々だな。有名人が来てるって聞いてね。へえ、耳のいいことだ。軽くご飯食べよう。お疲れのところ失礼するわ。私はカメリア・クラウストラ。ノクト、彼女はアコルドの首相だ。アコルド政府は今カンナギを保護しているんだけれど、帝国が身柄を引き渡せとうるさくてね。へえ。でもうちもタダで動くつもりはない。どう、取引をしない？ルシスの王様、答えは官邸で聞くわ。邪魔したわね。わかりづらいだろう。だがあれでも意外と誠実な人間でね。そうなんですか？何にせよ船旅の疲れがあるだろう。町には宿もある。まず休んだらどうかな。そうするわ。
面倒を見らんないものは見ないよ。ああ、やけに正直に話してたじゃないか。若いなと思ってね。王様もカンナギもレギスが死んでクリスタルも取られて、カンナギの前任がやられてからもう何年になる。帝国はこの十数年でどんどんおかしくなってる。